さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。クターのアドベン、あ、のがないね。これのがない。クターアドベンチャーです。クターのゲームの中ではのが入ってるのは結構珍しい。クターアドベンチャーですね。下の方に、ちょっとね、これサイズが大きいんでね、スクロールして下から読めます。なので、そのまま読んでいきましょう。笑っているのか泣いているのかさっぱり笑わないが、体感アトラクションには目がない、脅威の無表情キャラクター。テクノ遊園地内にある人気の横スクロール体感ゲームにクターが挑戦だ。操作はジャンプだけ。ジャンプを駆使してクターをゴールまで導いてあげようということが書いてありますね。押す長さによってクターのジャンプが変わるそうです。ハードステージ以上でランキングを操作することができる。ってことは、まずは、まずノーマルでステージで練習を重ねよう。うるせえ!いきなりハードだ。じゃあいきなりハードでやります。まずランキングをチェックしてみますが、あんまりまだチャレンジしてる人はいないね。まだ7月だからかな。ただ上の方はね、詰まってますね。詰まってるっていうか、これがなんかもう、上限みたいな感じですね。雰囲気。11,235 点。これは取れればいいけど、まあ、わからないね。まあやってみましょう。ジャンプするゲームっていうことを思うと、あれっぽいですよね。クタじゃないわ。ショボンの、これはあれだ。勝手に。え?それ?え?ワープポイントみたいなやつ。え?13位にランクインしました。ハードステージやっていきます。これだから、右とか左とか行くのを、こちらの意思で、することはできないってことですね。要は。どうすんのこれ。あれ今どうやって避ければよかったんだろう。上はいけないし、かといって、ん?え?一刀がわからないな。え?じゃあ下に落ちることすらできん。あ。いや、違うな。上にはいけない。あ、わかった。わかりましたよ。これ多分、上行ける。ギリギリのタイミングでジャンプすればおそらく上行けますね。こういうことでしょう。おお、すごい。俺すごい。I am a genius。てーん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 。ちょっとあれ達成しても10位にしかならん。でも分かった。これでも、下手したらショボンのアクションより難しいかもしれない。ああ、タイミングシビア。練習を使っていく。あ、ここで、ダメだ。ちょ、今なんか変な段差下に落ちたような気がするけど。ゲームでございます。これじゃダメでしょう。ね、ちょっと早かったジャンプが。分かっとる。今度は遅いんだな。なるほどね。さあ、やっていきましょう。もう十分失敗は重ねたんだね。ここらで次の方、次を目指していきたい。よし、いい感じ。いい感じよ。ここがね、ちょっとわからない。やっぱね、大ジャンプダメだね。今の小ジャンプするとこね。よし。飛ばないこと。飛ばないこと。ここら辺もちょっと難しいね。落ちる。なぜか落ちる。なぜか落ちていく。これ何なの?このブロックは。あ、速くなる。あ、へえ。ふーん。まだ10位なの?腑に落ちないわー。上の連中は桁が違うな。
今だいぶ進んだって思ったよ、心のどこかで。夜の俺もだいぶやるやん。そんなことはないんですね。クター世界じゃボンプ、平凡も平凡、この程度のスコアでクター実況を名乗っていいわけはないということをね、教えてくれるんですね、クターは。ここも下に釣られなければいい。下のね、あの光ってるやつは、うい、なんで落ちるのそれを。ここで、よ、うまい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 。これも不用意にジャンプした方がいいのか。だから落とされたりするから、なぜか。段差がえぐ、えぐ、えぐい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 。あー、なるほど。わかった。一つわかりました。また一つ、賢くなってしまった。あのですね、このクターアドベンチャー、ジャンプすると、どんどん後ろに下がっていく。特に飛距離が長いと。ジャンプした距離が長いと、その、慣性の法則みたいな感じで、後ろに引っ張られますね。できればジャンプは、小ジャンプでとどめたい。大ジャンプはもう本当に、ここぞという場面以外では使わない方がいいぐらい。だからこういうのも、ジャンプしない方がいい。あ、いか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 い。はい。いや、まあ、いいか。まあ、いいか。まあ、いいか。これちょっと難しいですね。でも取った方がいいね。てて、てて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 。それを、おすごい、進んだけど前に。この辺怖いな。やっぱり。寝る。ここでうまく飛べば、うまく飛べば、だんだんやっぱ体が後ろに流れていきますね。下に落ちたいけど、落ちるわけではない。どうやって下に行くんだろう。わからないことだらけだ。ちょっと待って。ライブ 2D でそのアクション追加しようかな。失敗しくじったらフィーンってなるの。音も鳴らせるとなおいいな。フィーンってなるの。てて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 今の俺ならいける。よし。オッケーオッケー。オッケーオッケー。これ下どうやって行くんだろうね。下の行き方を教えて。これもう悪くない。悪くないジャンプしてます。で、これ2段目に乗って、そのまま行く。落ちていく。上行くと失敗します。前に進んでいく。はぁ？何に、え？え？どうなっとんこれ。バグっとるじゃねえか、ゲームが。こんなんでさ、これでさ、ランキングの上位にいってるやつはどうなってんだよ。これ以上はもう無理だよ、この世界に付き合えないよ。よし、もうこれはもうおしまい。これ終わり。これはもう欠陥ゲームですね。クターの中でも一番の欠陥ゲーム。クターアドベンチャー。ぜひ皆さん楽しんでいただければ。やってください。このゲームでリベンジしてほしい。俺の無念を晴らしてほしい。上の連中はどうなっとんだよ。あのゲームでどうやってこんな2000とか1万とかになるのか教えてほしいわ。無理です。はい。もう無理。もう寝ます。はい。お疲れ様。はい。今日はこれ閉店ガラガラ。ピシャーン。終わりです。